MLB レギュラーシーズンが残り2週間を切った今、現在注目しているポストシーズンの組み合わせは以下の通りです。ヤンキースの優勝だ。メッツはプレイオフにすらいけないよ。彼らは多分いけると思うよ。フィリーズ対ガーディアンズのワールドシリーズならちょっと退屈なことになりそうだね。この対決を実際に見たら楽しいと思うよ。パドレスとディーバックスのシリーズ争いは面白いね。まあヤンキースがワールドシリーズ優勝で決まりだよ。奇跡が必要だろう。かなりクレイジーな組み合わせになるのかな。ナリーグ最後のワイルドカードは激戦になるだろうな。ヤンキースは最高の成績を残しているけど、僕は10月の彼らを信用していない。今年はガーディアンズの優勝で決まりだよ。もう現実になってきたね。ポストシーズンが楽しみで仕方ないよ。ガーディアンズがツインズを破ったら優勝の可能性は高まるね。現在のポストシーズン枠が決まりつつシーズンを見るのは興味深くて楽しいね。オリオールズフィリーズのワールドシリーズは大騒ぎになるだろう。MLB を見る唯一の月がもうすぐ始まります。うっふ。ドジャースは勝率がフィリーズに続いて2位となっているためポストシーズンはこの位置から始まりますが最終的にどこに収まるかも楽しみです。できれば1試合でも少ない方が有利と言えますが残り試合を頑張ってほしいです。ツインズがヤンキース側に入るようお願いする。ナショナルズがプレイオフレースから敗退した今、私の夢はただ一つ、カブスが大勝してポストシーズンに残るのを見ることだ。